おはヨン様、今日は海に行きたくなった。だから行く。車で行こうかな。バドラ運転してください。ハンドルの権利はお前に渡す。俺は景色を眺める係だ。任務は渡す。作戦は絶対に変更しない。やり遂げるまでが俺たちのミッションだ。今日の行動でも完璧さ。なんかさ、急に鼻水出てくるようになって、鼻の詰まって鼻声になってもうた。外出た瞬間鼻一気に痒くなって、くしゃみに止まらへんかった。これ何ですか？夏の花粉出す草は何？コメント欄で教えてください。かわいそう、菜の花。いやー、夏っぽいな。見てよこの空、ワンダフォー。うわー、いや夏の空好きやな。入道雲も見せてくれ。うわー、みんなには見せんとこ。わき写真刺さってんよ。服めちゃくちゃおしゃれなのに脇写真さしてる。もう逆になんかさ、パリコレとかもさ、玉金出てるファッションとかあるやんか。いや、それ衝撃受けだろ。やっぱり自分がさ、イケてるっていうその信念さえあればパリコレも出れちゃうからさ、みんな自信持ってこうって思った。写真アマチュアでパトラのマヒナなんか写真通り越してボボボボボボボやってる。うわー、いい道。じゃーんじゃじゃーん、ドライブにみんなで行ってる気分にするぜ。夏といえばサマー。夏といえば、家族旅行でね、おじいちゃんが別荘を島根にあって、そこに毎年遊びに行くのが恒例なんですよ。しかもそこの家はおじいちゃんが設計立ててて、廊下が囲まってる中に露天風呂があんねんな。素晴らしいなって思う。なんせね、その島根の家がすっごい素敵なんよ。今年の夏も多分行くから、ゆひなの YouTube かサンサンブラザーズの方の YouTube であげようかなって思うんやけど、しかもそこの海はもう超プライベートビーチみたいな、ほんまに誰もおらんくてさ、まあ1キロ先ぐらいに島があるんやけど、いつもねみんなで泳いで行くんやけど、1キロで普通にやばいよな。普通に考えたら島って言っても岩山みたいな感じやねんけど、結構深くなるんよ。そこに近づいていくにつれて、だいたいまあ10メーターぐらいになんのかな、そこって言ったら。ある日、朝日と春日がね、大興奮、いや恐怖、やばいみたいなって言ってたことがあって、どうして、何があったんって言ったら、サメおったみたいな。マジで、小さいサメおったって言ってね。あのね、それで一番下の春日は朝日をね餌にしようとしてね、一人でうわーって逃げたらしい。一番下の弟は部活やっててめちゃくちゃ運動神経いいからさ、朝日だけバチャバチャバチャってやってたらしい。猫サメっていう小さいサメおったやろな、多分。怖いよな、自分が泳いでてさ、サメさ下通ったらそら怖いよな。チーとか出てたら危ないかもしれんな。エイはよく下通る。まあでも怖いよな、エイも尻尾に毒針あるって言うしな。でも島根マジでさ、海と墓しかない。あ、でもお化け出たことあんねん島根。ひなだけが見た。ちょ待って、この田んぼめっちゃ綺麗。なんか田んぼとかってさ、なんでこんなテンション上がるやろ。うわー綺麗やな。あー最高、みんなにシェアしたい。なんかさ、こうやってさ、うわ最高って言ってさ、みんなにシェアできるのが幸せ。何の話したっけ？お化け。あ、そうそうそう、あのお化け苦手な方はね、ここで閉じてくださいね。結構本当に寝れなくなるかもしれないんで、すいませんね。やらせていただきましてもいいですか？怖いですよ結構。あくびすんな。びっくりした、今ひなの話そんなに面白くなかった。今デコまで口きてたで。こっちの方が怖かったわ。で、始まりますよ。一気に照明チェンジします。これは島根の家で起こった本当の話です。覚悟して聞いてください。今日でピントもね、合わなくなってきましたね。カメラもビビってますね。ちょっとやだやだ。これは10年前ぐらいのことだったかな。私は家族で川の字で寝ていたんですよ。2時ぐらいだったかな。私だけ眠れなかったんですね。なぜか海で一日中遊んで疲れているはずなのに。そこからもう本当は今思い返せばおかしかったんですかね。寝室の前には廊下があるんですよ。トンネル入ります。で、その廊下をと歩く音が聞こえるんですね。横を見てもどう見ても家族全員揃っています。この家にいるのは家族だけ。おかしいと。誰だ。ずーっと廊下をとっとっとことっとことっとこ歩いてるんですよ。はぁ、怖。前がね、障子なんですけども、その廊下をとっとっとっと
音と足音が抜けていったんですよ。あっちの部屋に移動したんですね。やばい、あっちの部屋にはドアがある。今家族ちょっとやばい、起こそうと思ってお父さんを起こしたんですよ。お父さん、誰かおるかもしらん、廊下誰か歩いてるって。お父さんなんて言ったと思います？眠いから明日にして。今じゃないとあかんって。眠いから寝てたら入ってきてるって誰か。これももしかしたらね、今思ったら何かかけられてたのかもしれないですよね。あんなに大きなお父さん初めてです。今危険にさらされてると伝えても起きない。これはただごとじゃなかったね。そしてね、その足音がトッとっとっとっとドアの前でピタッと止まったんですよ。思い出して喉がすいません。ピタッと止まったその瞬間にね、ドアがドド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 ドってなったんですよ。これほんまですからね、森なしですよ。いやもうついに来たなって、来るとこまで来たなお前って思いました。歩くだけやったら私もそのドアのとこでドドドってやったらもうそこにおるやんって確信に変わりました。家族は誰一人起きてくれません。あの頃のひなはどうすることもできなかった。布団の中に隠れることしか。隠れたんよ。干したらどう思う？その足音を次ひなの頭の上まで来て、トッとっ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 て歩いてんねん。うーわ怖いと思ってひな、これはもう今ひな出たら絶対連れて行かれるって思って、うわー怖いってこう隠れてたんですよ。ほんならもう寝た、寝てた、起きた、朝やったこれマジあれ寝たんじゃないと思う。でも気絶したんやと思うわな。あ怖かったやろ今。これマジで、しかもマジ誰も起きへんかったし、もうこれはあれはやばかった。もう前上歩いてたからな、トットって。いやーあれは怖かった。気絶したんやね、みんな怖くて。ありあるよそんな体験、気絶するぐらい怖かったことないやろ。見てよこの景色、素晴らしいね。草木が生い茂る。へ、出た、いいな。うん、ごめんなちょっと待って、開けんねー。トイレ行きたい。トイレ行きたい。そこでするってさ、ひなの友達ガチでしようとしたことあるからな。しほって言うんやけどさ、ひなら夜中に山行くのハマってた時があって、地元の友達と4人で行ってたんですけど、山道やからトイレなくてさ、ほんでもうしほっていう子がもうトイレ行きたいってずっと言ってて、もうほんま今ちょっと話してたんやけど使わなあかんくなるやん、それ草とか今言ったらさ。ほんで志保がね、もうね草むらを見るたびにね、トイレ行きたい、もうそこでもいいから、草むらの中でもいいからトイレやらしてってずっと叫んでたって話やね。もうおならのがおもろかったやん。トイレ行ってきます。無事到着しました。ちょっと海に模様がある、素晴らしいですね。今知らんカップルのキスシーン撮ってもった。油すぎやろ。付き合ってまだ3日か。海はいいね。でも暑くてさ、アイスクリーム食べたいな。念願の海、暑いからもう行こうか。もうちょっと海来たよ、ありがとう、今日も見てくれて。結局 1,2 時間ぐらい撮影してた TikTok 見てください。今日は入れへんって決めて水着も何も持ってこなかったのにこのざまです。いややっぱり自然は元気もらえるよな。いいね、空も青くて草も緑、海も青、雲は白いし砂は茶色。いいねいいね。みんなにね自然を届けたかったっていうね、今日は動画でした。このアングルいいね。はい、というわけでね、こんなに草木も生い茂って、そうです、今日は草木も緑で空は青スタジオでございます。筋肉 TV セカンド100日の時はめちゃくちゃお世話になってたから。はい、というわけでね、今日は動画この辺で終わりたいと思います。今日最後の動画見てくれてありがとうございました。グッバイしよう、ひなたでした。ちょっと髪の毛もう一回やろうかな。ええか。